チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから、私の気になったことをピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、3ナノの回路、129フッ化水素、ファウンドリ、についてです。コストコで散財した際に、決して軽製品は買っていません。魔王に誓って、前回の中で、半導体については、日米台湾、半導体同盟の立ち上げ提案とともに、韓国は、中国製でとか、自国で生産とか言っているけど、おそらく、無理でしょう。その技術力はないでしょう。というお話もちょっとしました。今回は、そのお話です。WTO 突入のちょっと前、韓国野党の民主平和党のパク・ジウォン議員が、半導体関連の日本の化学物質対応策に関し、日本は AI 半導体1位に向けて129フッ化水素、9が12個、すなわち 99.999999999% の生産など意欲的な計画を発表したが、韓国政府はこれを看過した、とし、韓国政府、そして大統領は関係長官と一度検討する必要がある、と述べたという記事を見つけました。例によって、嘘かもしれませんが、ちょっとまともなことを言い出した韓国人がいたというわけです。これは多分、サムスンなどの企業も同じ考えだろうと思うし、本当にやばいと感じることができた、数少ない政治家さんだろうと思います。年間輸入額は大したことはないが、半導体産業が被る影響は数兆ウォンだと、今頃ですか。いえ、まだこれが、韓国の少数派の意見ですよ。どんなに正しくても、それが通らない。これで感じたのは、イ・スンマン TV のイ・ヨンフンソウル大学名誉教授も、なかなか意見を聞き入れてはもらえないんだろうな。正しいことを言っても聞く耳を持たないんだろうな。ということです。ところで、改めてフッ化水素とは、そして、129フッ化水素って何ってことで、ご説明しておきます。珪石から加工されたシリコンウェハーという丸く平たいシリコンの板。これに酸化皮膜をつけたり、緩光剤をつけ、光を当てたりした後。ここまでの工程で、余分になった成分を洗い落とす工程での、洗浄に使用するもの。これがフッ化水素です。ここで洗い流した後、アルミを付着させたり、そのウェハーからいくつもの四角を切り出したりして、ちっちゃな半導体がいくつも出来上がるわけです。緩光剤をつけたり、光を当てたりの作業の際に、実は回路を刻み込みます。工程後半でいくつにも切り出すわけですから、細かい回路の図柄を、数分だけ、それはたくさん書くんですね。これが、半導体の性能とともにどんどん緻密になっていくのです。回路が緻密になっていく。回路の幅が20ナノとか10ナノとか言われる、ナノ単位の回路幅の細かい世界の話です。洗浄剤の中に余分なものが入っていれば、細かな回路の刻み込みを傷つけたり、隙間に入り込めず、ゴミを流しきれなかったりするかもしれないわけです。余分になった成分を洗い流すにも、洗い流す洗浄剤の中に余分なものが、できる限り入ってない方が良いわけです。洗浄剤の中に余分なものが入っていない。それが、フッ化水素の純度ということになります。回路の幅。サムスンが最近受注しだした、ファンドリ事業の、半導体の回路幅は3ナノ。これを洗浄するには相当の純度の高さが必要になるはずです。純度は限りなく 100% に近い挑戦がされていて、99% は当たり前という話です。問題は、99% から 100% の間の挑戦です。純度 99.999% を、9が5個並ぶことで 5-9 と言います。現在サムスンが使用するフッ化水素はまさにこの 5-9。3ナノの回路に対応するには 5-9 が必要なのです。韓国。中国、インドなどで生産するフッ化水素は 99.99。9が4つの 4-9 が限界。5-9 に比べて 55% の効能であり、
Five9 を使用するときに比べてリスクは数兆ウォンとのこと。最初にお話ししたように、日本のメーカーはさらに 99.999999999%、9が12個、すなわち Twelve9を目指しているわけです。九段の議員は、日本のフッ化水素製造会社は、100年を超える中小企業だ。とその開発の大変さを、歳月で訴え、なお、代替品を確保するためにも数兆ウォンを投資しなければならず、しかも数年の時間がかかり、化学物質は投資ばかりしてもならず、実験を続けなければいけない。とその歳月の必要性も説いています。日本は27年前に、半導体産業トップを韓国に奪われたが、AI 半導体だけは、掌握しようという計画であり、今年1月から、これを告示したが、韓国政府は無知のため、看過したようだ、と指摘もしました。韓国がロシアに、とか、中国にとか、自国でとか、無理なんだろうなっていうのが、お分かりいただけましたでしょうか。そう、前回、森田化学工業を日本は失えないと言ったのは、こういうことも含んでいるからなんです。さらに、ここまでやばいっていう、韓国半導体産業、およびサムスンの立場についても、お話ししておきましょう。2018年の半導体企業ランキング。1位、サムスン電子。2位、インテル。3位、SK ハイニックス。4位、マイクロテクノロジー。5位、ブロードコム。6位、クアルコム。と続きます。お、いいじゃないかサムスン。なんですが、しかしこの2018年末で、サムスンは、2019年には、メモリ価格急落により、インテルにトップの座を奪われることになる可能性が高い、とその筋では言われており、おまけに、日本からの規制措置です。2019年、第1四半期の半導体ファウンドリランキング。1位、TSMC。2位、サムスン。3位、グローバルファウンドリー。4位、UMC。5位、SMIC。と続きます。シェアとしては TSMC が 48%、サムスンが 19%、グローバルファウンドリーが 8% で以下は一桁。時々出てくる、ファウンドリーって言葉わかりますか？ランキングも、企業とファウンドリーで分けたのですが、このファウンドリーっていうのは、もともと鋳物工場という意味で、ファブという人もいます。要は、半導体の製造をするだけの工場っていうことですね。この工場、先にお伝えした、シリコンウェハーに加工をしていく半導体ができるまでの部分の、すごい細かい工程を行うので、フッ化水素の純度の高さ同様、クリーンルームのクリーン度の高さも要求される、特化した工場なわけです。半導体ファウンドリランキングの方は、もう、製造工程に特化した会社のランキングなんですね。一方の企業ランキングの企業は、半導体の企画や設計、販売をする会社ということになります。ですので、台湾の TSMC は企業ランキングには出てこないので、製造に特化した会社ということで、サムスンは企業でもありファウンドリでもあるので、つまりは、企画、設計、製造、販売の一連をこなし、さらに外部から製造を受注している会社ということになります。ファウンドリランキングを見ると、1位の TSMC と2位のサムスンの差が3倍と大きなものとなっています。TSMC の構成が激しいのと、製造に特化したことの強みを活かせている高齢と言えます。あと追う中国などを見ても、こちらへの流れが強くなっていると思え、その中で、現状、サムスンは踏ん張れるかという状態なわけで、半導体供給の鍵はこちらのファウンドリランキングに握られているように見えるのです。世界の半導体に関して、韓国の言う世界の供給網に悪影響を及ぼす、ということは、そんなでも、なさそうな、気がするのは、マリナだけでしょうか。残念なのは、東芝が企業ランキングで10位以内に、入れなくなった上に、年内の証券取引所、第1部への上場を断念、だそうです。社名も改め、キオクシア、となるそうですが、東芝とつかないのは惜しい気がします。ウエスタンデジタル任せではなく、頑張れ、東芝。韓国のミッションインポッシブルの回で、イーサン・ハントのいる組織が IMF という、どこかの基金と同じ略称なことに、お気づきの方、鋭いです。そして、
映画、ミッションインポッシブルがマリナの大好きな、ブライアン・デ・パルマの作品であることに気づいた方、さすがの映画通ですね。朝食べるヨーグルトは白いのでカロリーはゼロです。でも、甘くないやつです。頭に糖分がいかなくて冴えない、やばいマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。